こんにちは、ノンアルチアのたかしです。今日はですね、来週2月14日がバレンタインデーなので、バレンタインデーにぴったりな靴下を紹介したいと思います。こんにちは、たかしです。今日紹介したいのはリックスティックの代表的ともいえるドリップソックスとアダメロペがコラボした別注のカラーソックスです。ずっと欲しいと思ってたんですね。インスタグラムで見つけて、そこからそのブランドフォローして、その靴下自体にファンになってたんですけど、取り扱ってるお店にも行って実物を見て、あ、やっぱり可愛いなみたいな感想を抱いていました。で、今回アダムエロペとそのバレンタインデーに合わせてのコラボレーションが発売するってことで、あ、もうこのタイミングしかないなと思って早速買ってきました。購入してきた商品がこちらです。こっちが靴下で、こっちが何ですかね、後で開けます。早速なんですけど、あの箱を開けていきたいと思います。楽しみです。これがこういう感じなんですよね。これが、いや、めっちゃいいですね。めっちゃいい。3足入ってます。色がまず1個黒、あと茶色。この色がめっちゃ綺麗だなと思ってこれで決めたんですけど、あとこのミント、めちゃくちゃ可愛いと思います。この3足入ってこのセット販売になってます。今回のコラボはあの2種類展開していて、今回僕が買ってきたのはこの3色セットなんですけど、もう1個にこの同じ黒が入ってるのと、あとベージュとオレンジが入ってるセットがあります。今回あのこっちのセットを選んだ理由としては、バレンタインデーなので、こっちのチョコレートを選んだっていうのもあるんですけど、先ほど話したようにこのミントが本当に決め手でした。たくさんカラフルな靴下を僕持ってるんですけど、こういう色の靴下なかなかないなと思いましたし、これから暖かくなるにつれて、爽やかな季節なのでこういう色とかすごい便利だなと思って買いました。あとはこの黒ですよね。黒は本当に間違いないですよね。黒持ってればとりあえず大丈夫みたいなところもあると思うので、黒はどっちも入ってます。で、ベージュもオレンジも結構綺麗な色だったので、自分の靴の色味とかパンツの色味とか、全体的なこう色の傾向ですよね。そういうのに合わせて選んでみた方がいいのかなというふうに思ってます。ドリップソックスはあの本当にシンプルなデザインですよね。あのペンキを垂らしたようなデザインで、あのこれ失礼な話かもしれないんですけど、あの誰でも思いつくというか、もう本当に誰でも見たことあるようなデザインなんですね。けどそれが本当に僕すごいなって思ってます。誰にでも思いつくし、誰でも見たことがあるけど誰でもやってないっていうのが本当に最強だと思っていて、あのこれ初めて見た時にあの正直やられたなって思っちゃいました。理由としてはあの、今回みたいに、色展開が無限にいけるっていうのと、今回の靴下は実はあの色の出し方が逆なんですよね。リックスティックがあの本来出してるやつはこの白の部分に色がついてるパターンが主流というか、最初に出した頃はその色味がこっちに出てるんですけど、今回はこの下の部分に色がついてるデザインなので、本当に展開の仕方が無限で、実際にこうやってあの、横展開ですけどアパレルとのコラボレーションとかをして、こう横にも展開ができるっていうような、もう普遍的ですけど最強のデザイン、いや本当にあっぱれって感じですね。長々と語ってしまったんですけど、履いた感じもお見せしたいので早速履いてみたいと思います。最初は黒からお見せします。ちょっと丈長いんですけど、上げるとこんな感じです。めっちゃいいですね。すごい可愛い。めっちゃ可愛くないですかこれ。まず黒です。次はですね、チョコレート色の靴下
入ったのでお見せしたいと思います。まあ裾を上げるとまあこんな感じですね。まあチョコレートもめっちゃいいですね。あのまあちょっと丈が短いので寒いんですけど、まあこの時期のコートの色味とかですね、まあセーターの色とかもそうなんですけど、まあこういう色味が多いのでこの時期はやっぱり特にこういう茶色とかは可愛いかなというふうに思いました。最後はですねミント色、僕が一番推していた色の靴下入ったのでお見せしたいと思います。まあ上げるとまあこんな感じですね。すごい綺麗な色してます。映像でちょっとこうちゃんと綺麗に色が出てるか心配なんですけど本当に綺麗な色してますね。まあこれから春になって暖かくなってきた時にこう洋服とかでもこう爽やかさ軽さみたいなとこ出したい時にすごい重宝するんじゃないかなというふうに思いました。僕もですねこれすごい綺麗な色なのでまあこれからすごい履き倒すような靴下になるんだろうなというふうに確信してます。3足履いてみたんですけどどうだったでしょうか。あのめちゃくちゃいいですね。可愛いと思います僕は。はい、今回買ったこのドリップソックスなんですけどあの何回も言ってるように他の色たくさんあるんですよね。でブランドカラーが緑なんですけど僕緑っていう色が一番好きでもう他の色絶対買っちゃうなっていう感じです。であのこれショート丈なんですけど僕あのショート丈あんま履かなくてレギュラー丈ふくらはぎぐらいの長さのやつとまあそれ以上の、ね、長い靴下ばっかり履いてるんですけどまあそのレギュラー丈もこのドリップソックスでもう用意していただいてるのでもう絶対買います。買ってしまえと思います。まああとおまけなんですけどあの最初についてきたこのちっちゃい箱これ何が入ってるかちょっと確認一応してみます。何ですかね、箱もすごい可愛い。ハッピーバレンタインって感じですね。ああ、なるほど。飴が入ってます。飴です。こういう、アダムエロペって書いてあるやつと、あとリックスティック、見えるかな？リックスティックっていう2つ入ってます。もう完璧ですね。あの靴下好きにはこれあげとけばあのめちゃくちゃ喜んでくれると思うので僕みたいな靴下大好き人間にはこれプレゼントしましょう。一応情報なんですけどあのこの商品はあのリックスティックの公式のオンラインストアやあの取り扱いお店では販売がないです。注意してください。全国のアダムエロッペのお店で販売していますのでまあ欲しいなと思った方は実際にアダムエロペのお店に行って購入をお願いします。まあですがスティックめちゃくちゃいいブランドで他にもたくさん靴下以外にもこう雑貨っていうんですかねが結構たくさんあって他の雑貨もすごい可愛いのであの概要欄にリンクとかインスタグラムのページ貼っときますのでもし興味ある方は見てみてください。少しでもこの動画気に入ってくれたならチャンネル登録、高評価お願いいたします。さよなら。